さんこんにちは、ドラマ専門生態ウェーブ院長の原と、翔太郎です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速紹介なんですけれども、翔太郎さんはですね、都内で、音楽講師とあと、まあ、ミュージシャンとして活動されてるんですけど、なんと彼のすごいのはですね、ギター、ボーカル、ベース、ドラム全部できちゃうというね、スーパーマルチプレイヤーの方でございます。恐れ入ります。とんでもないです。YouTube も今はね、結構頑張ってはる。そうですね、週1くらいでは上げてて、機材レビュー系が多いんですけど、はい、ギターに関してもベースに関してもドラムに関しても全部上げれるみたいな。すごい、何でも嫌ですよね。もうネタに困らないです。去年ね、僕がちょっとあすごい人おるなと思って Twitter で知り合って、なんかね、面白いイベントとか企画ができたらいいよねって話してるんですけど、今回ですね、僕の声帯をですね、ギター、ベース、ドラム、そしてボーカルのこの4つの観点から声帯を受けてみて、どう変わるのかっていうのをね、検証していただきたいなと思いまして、これ普通やったら4人ね、連れてこなきゃいけないんですけど、彼1人です、ね、人件費削減になります。人件費削減がちょうどいい。まあ、ドラマー以外の方にもね、ウェーブの声帯の魅力を知っていただきたいということで、今回やらせていただきました。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。じゃあですね、施術を受ける前のギタリストとしてのプレイを一回ビフォーで撮らせていただきます。はい。表現しようとするとボリュームって下がるんですよ。はあ、普通に声当てようとするとはーじゃないですか、うん、だけどはーってこう、うんうんうん、でここってすごくボーカリストとしてはなんか考えたい部分っていうか、表現はするけどボリュームは落としたくないっていうところを、うんうんうん、なんかもし改善あったら教えていただきたいです。わかりました。ちょっと自信ないんですけどね、ボーカルに関してはね。お願いします。わかりました。ありがとうございます。続いてドラムもお願いします。はい、じゃあ、早速なんですけれども、声帯の方をやっていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあちょっと呼吸がしやすいように、はい、呼吸筋整えたりだとか、ドラム、ギター、ベース、その上の回転が使いやすいように、ちょっと肩回り、はい、胸回り、ほぐしていきたいなと思います。ありがとうございます。よろしくお願いします。ここに、足上げて、はい、ここでキープしてください。はい、こう引っ張るんで、はい、ここに脇腹に近いで、はい、リップも、はい、使ってください。これ大丈夫でしょう。あ、逆がちょっとこの腹斜筋にちょっと力が入りづらいかな。はい、すいません、押します。ほんとだ、ほんとだ、ほんとだ。全然ダメ。あ、うん、耐えれない、耐えないでしょ。
右の大胸筋の多分鎖骨部だと思うんですけど、はい、この動きもちょっと気になるかな。ここでキープしてくださいね、はい、こう引っ張りますから、ね、うん、行きます。はい、耐えれるし、耐えれます。逆が耐えれないの？耐えれないと思うよ。右引きなのに。右が相手もこれがね、うん、抜けちゃう、笑っちゃう。本当だ、大胸筋鎖骨部です、はい、あ、上部です。はい、うん、ちょっとやっときましょう。ああ、じゃあさっきね、はい、ここですね、押しますね。あ、本当だ、耐えれてる、さっきより全然違う。あ、すごい、本当に耐える。嘘でしょ。っていう。すごい。いや、これ本当やんないと分かんないですね。やんないと分かんない。分かんない。本当に。これは分かんない。ね、うさんくさいでしょ。でも本当ですよ、これ。うん。うん、はい、じゃあ施術した後ですね、はい。ちょっとやってみてください。足、マジか。全然違うでしょ。全然違う。波打ってる感じがすごいです、うん、ちょっとやってみよう。どうですか？右足が軽かったんですよ、前まで、うん、ポン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 先に出ちゃう感じ、だコントロールが効かないっていうか、うん、思ったタイミング出てくんないっていうのがあったんですけど、今波打つような感じになって思ったタイミングでドンってなってくれてて、しかも音量が上がってる。すごいでしょ。すっごっ。技術的には何も指導してないじゃないですか。そうです、本当に、うん、ここにさらに技術的な指導も乗せていくんで、うん、ただまあ体のコンディション変わるだけで、はい、あの自然とこの裏ももが使えるようになってくるんですよ。今まではどっちかというと裏もも使えてなくて、ね、ね、前ももで踏んでる癖があったんですけど、施術、うんうん、すると自然とこっちの裏側がちゃんと使えるようになって、そうですね、そうですね、そう、重みがちゃんと乗れるようになると、うん、そう、裏側から持ち上がってる感じが、これね、あの練習で身につけるの結構難しいんですよ、うん、だから実際に体を触ってその施術して筋肉の優位性っていうんですけど、それを前もも優位じゃなくて裏もも優位に今調整したんで、この感覚をしっかり落とし込んでいくみたいな。そう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 。この感覚で練習していくとかなり定着してくると思います。頑張ります。はい。ありがとうございます。はい。左手と連動して思った通りのタイミングで音が出てくれるっていう感覚がもう最初の頃よりはかなり強い。やっぱりこううまく連動してない時って右手にも気を使うし左手にも気を使うんですよ。筋肉の動きがこわばってて、そこがストレスになってて、他のところに気が回ってなかったところのリソースをより避けるようになったってことですね。おっしゃる通りです。意識のリソースみたいな感じです、うん、そうです、そうです。なるほど、ありがとうございます。高音がやっぱりそう、今すごく当てやすい、思ったタイミングで思った通りに音が出てるっていうのがあって、まあ単純に横隔膜動かしやすくなったっていうのと、あとさっきキックが変わった言ったじゃないですか、はい、と内転筋って言ってその内股、股の内側の筋肉も動きやすいようにはしてたんですね、はいはい、で内転筋っていう筋肉は実は腸腰筋というこの奥の背骨と骨盤と太ももを支える筋肉とまあセットで動くんですね。だから
体のインナーマッスルですね、はいはい、姿勢維持と、うん、まあ、呼吸に関わる筋肉を支えるやっぱ土台になる筋肉なんで。そうなんだ。そう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 、だ姿勢がしっかり維持できるようになったから呼吸筋により力が入りやすくなったっていうのはあると思います。そうですね、本当にこう、うん、土台がしっかりしてるからちょっとポーンってこう音程を飛ばす時の思った通りにこう狙いが定まりやすくなるっていうか、うん、狙った通りに今刺さってる感じが。なるほど、そうそうそう、やりやすい。あ、本当ですか。今まではね、感覚としては右手の弦が重たかった、うんうんうん、今ね、すごく軽い、うん、軽い。あの多分それね、さっきやったね、大胸筋やと思うんですよ、うん、上腕がね、こう内旋してる時ってこう引っ張られるじゃないですか、うんうんうん、引っ張られて、こっちに戻る時に、うん、まあ、こう戻ってくるって感じなんですけど、ここの要はバネ、伸縮性を良くしたんで、下げた時すぐポーンと返りやすくはなるんですよね。本当です、本当です、うん、こういうだからアップストロークに気を使わなくてよくなるっていうのはあると思います。ちょっとベースの方が顕著に変わったかもなるほど知れないです。なるほどなるほど、うんうん、多分まあベースの方がよりそのギターに比べると弦の圧も強いと思うし、うね、やっぱりね、うん、ここってあんま意識したことないと思うんですけど、うん、腕の動きね、やっぱ鎖骨の周りの筋肉がほぐれるだけでもかなり腕は動かしやすくなると思いますね。プロの時も指で、はい、指とか手首で引き上げてる意味で実は上腕使ってるんですよ、うん、ここ使ってるんですよ。そうなんだ、確かに4弦引く時って肩ちょっと引くじゃないですか、はい、そうですね、うん、で1弦引く時は肩前に出すじゃないですか、そうで、その肩甲骨の、まあ、内転外転って言うんですけど、はい、後ろに引っ込めたり前に出したりっていうところも、うんうん、やっぱここもやっぱ鎖骨の周りが固まってると肩甲骨の移動がスムーズにいかないから、いや、ここがいかなくなると肘の曲げ伸ばし、うん、こういう肘でいっちゃったりとか、そうですね、そうですね、うん、確かに確かになるんで、要は肩の根元自体を上下させれるようになるためにやっぱこの辺のケアっていうのは大事かなと思います、ね、はい、ということで、お疲れ様でした。ありがとうございました。はい、受けてみてどうでしたか。いや、あのまさか声帯だけでこんなに影響あるとは、本当にここに来て来るまで1ミリも思ってなかったです。正直そんな変わらないでしょって。ドラムはもちろん変わるけど、ギターベース、いや、そんな変わるかなって、正直。いや、そうですよね。ドラムの場合って、まあ、僕がドラマーっていうのもあるんで、割とその声帯だけじゃなくて技術的な指導が入るんですけど、ボーカル、ベース、ギターに関しては、まあ僕自身がそんなにね、経験値がすごい浅いというか、うん、うん、だから技術的な指導はできないんですよ。はい、指導ができなくて、声帯だけで変わるかよっていう、どうしてもね、こうね、思われてしまうと思うんですけど、そうですね、なんか、やっぱ僕もね、正直、声帯だけでどこまでやれるのかっていうのが、多ジャンル、多楽器の場合、正直自信なかったんですけど、はい、こうやってちゃんとフィードバックもらえて、生のね、声が聞けるとすごくいい経験になりました。声帯受けることで、はい、今後のプレーとか練習のなんか意識づけとか影響ってありそうですか。こういう動かし方をした方がいいんだとか、自分はここがこわばりやすいんだとかっていうところが分かったので、うん、だから今できている動きっていうのも再現性っていうのを高めていきたいなっていう、うんうん、これで戻っちゃったら意味がないので、うん、なので、そう、今日教えてもらったこととか、うん、ほぐし方とか、うん、そこをしっかりもっと自分の中で意識付けしていければ、もっともっといいプレーができるなっていう。それはちゃんと自分でそうやってフィードバック取れるの素晴らしいです。通常ですね、うちはドラマー専門でやらせていただいてるんですけれども、まあ、今回このね、動画をリリースの記念ということで、1時間コース9000円を 30% オフでね、ドラム以外の楽器の方にご提供させていただきたいと思います。すごい。マジですか。そんな安くていいんですか。Yeah. 今のうちですよね、そのフィードバックをもっと欲しいっていう意図もある、うん、そうです、そうです、ね、ドラム奏者以外の方のフィードバックがしっかり欲しいので、ドラマー以外の方にのみ、30% オフにさせていただきます。
よろしくお願いします。素晴らしい社長そして私のスイスの腕を信じてご覧いただければなと思いますので、はい、皆様のご来院お待ちしております。はい、ありがとうございます。ということで、本日のゲストは、マルチプレイヤーの翔太郎さんでした。ありがとうございました。翔太郎さんの YouTube チャンネルのリンクもね、概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひ見てあげてください。ありがとうございます。はい、ということで皆様ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。